マリッツァ川あるいはエブロス川とは、バルカン半島最長で 480km の長さを持つ河川である。川の起源は、ブルガリア西部のリラ山地に由来し、バルカン山脈とロドピ山脈の間を南東方向に流れ、プロブリフ、パルボマヨを経て、スビレングラードの東方で、ギリシャへと抜け、トルコとの国境を経て、エディルネへと至る。エディルネでは、 川の両岸がトルコ領となるが、川が南に流れるようになるとすぐに再び、ギリシャとの国境を流れ、エーゲ海へと至ることとなる。トルコがこの川の西側に持つ領土は、エディルネの対岸のわずかな部分のみである。エネズ付近でエーゲ海に注ぐが、この近辺では三角州が形成されている。トゥンジャ川とアルダ川が主要な支流である。また下流では、ブルガリアギリシャ国境であり、 ギリシャトルコ国境の大部分を占めている。上流のマリッツァ川の谷は、東西の古くからの交通路となっている。水運が通れない、この川は、発電や灌溉にも使われている。流域の主要な町としては、ブルガリアでは、パザルジク、プロブディフ、パルボマイ、ディミトルフフラード、スビレングラードが、トルコでは、エディルネ、エネズが、ギリシャでは、カスタニス、ピティオン、 ディディモティホ等が挙げられる。川には多くの橋が架けられており、スビレングラードのものやエディルネのギリシャ国土2号線との橋が特に有名である。古代マリツァ川はヘブロス川として知られていた。1371年、この川はマリツァの戦いの戦場となり、オスマン帝国がセルビア帝国に勝利を収めている。マリツァ川は 欧州連合の国々への不法移民の3、4程度が通る場所となっている。2010年には12万人以上の移民や政治的亡命希望者がギリシャへと流入し、うち4万人以上がこの川の周辺を通ってきた。アジアやアフリカの移民は、イタリアとスペインがその伝統的な交易路を封鎖する、合意をして以降、この川を欧州連合の国々に至るために通る道として使い始めている。 上流から順に、左支流、右支流分けて、合流地点と共に記す。2005年3月の洪水、ギリシャ側のラバラ付近2006年の洪水の衛星画像、マリツァ川の下流、ギリシャトルコ国境では、洪水が頻発する。毎年4ヶ月ほど、低地では、川が氾濫している。これによって、農業生産やインフラは、大きな損害を受け、 経済的に大きな打撃を与えており、その被害総額は数億ユーロと見積もられている。昨今の大きな洪水は2006年と2007年に発生した。その理由はある程度明らかになっており、気候変動によるタウ、ブルガリア国内での流域の森林破壊、氾濫源での土地利用の増加、周辺参加国での連絡困難等が挙げられている。 南極のサウスシェトランド諸島にある、リビングストン島にあるマリッツァさんの名はこの川の名前から取られている。ラマリッツァという曲が、ジェールナール、ピー・デローナワイ作詞、シルビー・バルタン歌唱で1968年に出ている。火星にあるヘブロスダにも、この川から名を取っている。ありがとうございます。